満腹で頭に血が回らないアルセです。生きることは食べることと思っている食い意地の張ったアルセは今日も元気ですが、ちょっと疲れ気味。元気なのに疲れている、不思議な感じだが矛盾はしていない。年を取ると疲れやすくなるんだろうな。てか生活習慣が乱れに乱れている。みんなは元気かな？毎日3食しっかり食べて、適度な運動に睡眠時間をしっかりとっているかな？健康であることは大事なことだ。さて、夢みどり第18回、黒峰ヤンデレルート。なんだかよくわからないけど、駅の男子トイレに誠くん連れ込まれちゃって、肩を噛みつくという異常行動を起こした黒峰。陰ではプチプチ虫を潰しているようだが、黒峰の言う虫とは一体何のことやら、ということで、まあ答えは分かってんだけどね。実況をスタートしていこうではないか。これからね、誠くんは肩の傷を治すために病院に行こうとしております。保険証よし、金もまあこんだけあれば足りるだろう。携帯で病院への地図を表示する。休日でも診療してくれる病院はここからは少し歩かなければたどり着けない。行ってきます。最近強くなってきた太陽光が目に刺さる。空気がわずかに湿気を含み、梅雨の気配を間近に感じた。さて、歯型がついた経緯を医者にどう説明しようか。どう言い繕っても不審な目で見られることは避けられそうにないな。事件性を疑われるよね。そんなことを考えながら一歩踏み出したその時、横から伸びてきた手に腕を強く引っ張られる。関節が抜けるのではないかと思うほどの勢いに、反射的に腕を引こうとするが、俺の抵抗などあってなきがごとしだ。黒峰、掴まれた腕が小刻みに震えている。背中に汗が伝う感覚、虫が這うようで、それが言い知れぬ不快と恐怖を運んでくる。黒峰の唇から目が離せない。やけに赤くテラテラと光っている気がする。この口が昨日、どこに行くつもりだ。薄く開いた唇が俺の肉を食い破ろうとした。黒峰の唇が声を出す。鼓膜から全身におどけが広がっていく。自分が思っていた以上に俺は黒峰を恐れていたらしい。なあ、どこに行くんだ。誰かに会いに行くのか。ダメだ、恐怖を悟られてはいけない。悟られたら最後、野生の獣のように一息に食らいついてくる。そんな馬鹿げた考えが俺頭をよぎる。くだらないと思う反面、それは正しい認識だと肩の傷がそっとささやく。病院に。この答え方はまずいんじゃないか。声が震えないように喉に力を込めて最低限の言葉を紡ぐ。そう、俺はただ病院に行くだけだ。他でもない。黒峰からつけられた傷を癒すために。こんな尋問みたいな真似をされる覚えはない。病院。俺の返答を聞いて黒峰の顔が剣を帯びる。ああ、そうか、笠原に会いに行くんだな。は？畜生が、またあいつか。またなんでだ、なんであんなやつ、あんなうるせえだけのクソ虫のどこかい。それとも他の虫か。どいつだ。なあ、どの虫に会いに行くんだ。言えよ、言え、言え。激高した黒峰が俺の両肩を強く掴んだ。昨日歯を突き立てられた場所に今度は爪が食い込んでいく。まぶたの裏がチカチカする。何度か黒峰の手を引き剥がそうとするが、太い腕はピクリともしない。情けなさに痛みとは違う涙が溢れてきた。何なんだ、どうして俺がこんな目に遭わなくちゃいけないんだ。誰か助けて、
誰か、誰か、誰でもいいから、俺をこの痛みから解放してくれ。にじんだ視界に、黒峰の姿が映る。泣きそうな顔だ。なんでお前がそんな顔をするんだ。だって、痛いのは俺で、苦しいのは俺で、辛いのは俺なんだ。なのに、どうして。黒峰も、苦しいのか。不意に鳴り響いた場違いな電子音に、黒峰の手がわずかに緩む。とっさに黒峰の体を突き飛ばし、マンションの内部へと駆け戻った。ゆっくりと閉まるエントランスの扉の向こうに、黒峰の赤髪が見える。あ、ここオートロックなんだっけ？黒峰の表情はわからなかった。扉に背をつけてずるずると座り込む。動くのをやめた途端に額から汗が吹き出してきた。非常階段を一気に駆け上がってきたせいで脇腹と喉がひどく痛む。足もガクガクして力が入らない。エレベーターを使う気にはなれなかった。このマンションのエントランスは外から丸見えだ。オートロック式だから扉が閉まれば部外者は入ってこれない。それでも黒峰の視線にさらされながら悠長にエレベーターを待つなんてできるわけがない。はあ、しばらく座り込んでいると少しずつ呼吸も心音も落ち着いてくる。袖口で乱暴に汗を拭うとべったりと服の色が変わってしまった。肩の傷の状態が気になったが、確認はしない。できない。多分見てしまったら、わずかに残った気力まで根こそぎ削り取られてしまう。あ、メール。救世主となった電子音のことを思い出して携帯を開く。迷惑メールかよ。迷惑メールに救われたけどな。いつもなら一も二もなく削除対象だが、あのタイミングでこのメールが入らなければ、俺はさらにひどい目に遭っていたかもしれない。そう思うと削除するのもためらわれて、結局何もしないままメール画面を閉じた。サンキュー。マンションの外にはまだ黒峰がいるかもしれない。そう思うともう病院に行く気にはなれず、俺はベッドに寝転がる。だが衝撃で肩の痛みが増し、弾けるように起き上がった。この傷を放置したままでは落ち着くこともできない。一旦リビングまで行き、救急箱を持ってきた。開くとツンとした消毒液の匂いがする。さて、どうしようか。お、選択肢ですか？ここで。包帯を巻き直す。痛み止めを飲む。セーブしとこう。まあ、どっち行っても結局この選択肢に戻って両方ともエンディングを見るつもりなんだが、そうですね。さっきなんか肩の傷を見ると気力が失せるって言ってたんで、包帯を巻き直すこと、まあ俺的には包帯を巻き直したり、その消毒したりするのをおすすめするが、ここは見ないで行ってみようかなと思います。痛み止めを飲んで寝る選択します。救急箱の中から市販の痛み止めを取り出す。兄貴が置いていってくれたスポーツドリンクで胃袋に流し込んだ。あ、これって食後に飲まないといけないんだっけ？しかもスポーツドリンクで飲んだからかなり吸収性がいいはずだよ。ふう、薬が効いてくるまでにはまだ時間がかかるだろう。救急箱を片付けて再びベッドに横になった。じくじくとした痛みを無視して仰向けのまま携帯をいじる。わかりやすい現実逃避だと自嘲の笑みがこぼれた。本当はわかっている。いつかは黒峰と向き合わなければならなくなる時が来る。こうして逃げていたくても、
きっと黒峰はそれを許さない。でも俺にどうしろと言うんだ。そもそも俺には黒峰があんな行動を取る理由がわからない。突然だったのだ。何の前触れもなく黒峰は豹変した。クソ、ダメだ。どうしても思考が黒峰にたどり着いてしまう。考えたくないのに。黒峰と付き合うようになってからずっとこうだ。気がつくと俺の頭の中には黒峰が入り込んできて、嫌なのにあいつのことばかり考えてしまう。あの赤がちらついて落ち着かない。あ、ふと昨日会った人物の顔が脳裏に浮かんだ。そうだ、あの人に相談してみようか。アドレス帳を開く。50音に並んだ名前の一番上に目的の人物がいた。そうだよね、アー王だからね、結構早い場所にあるよね。青木啓太の文字と11桁の数字を選択して発信ボタンを押す。呼び出し音が途切れると少しかすれた音声が聞こえてきた。もしもし、こちら人生相談窓口です。青木さんですよね。水沢です。昨日の公演の。ツッコミなしかよ。スルースキル高えな。笠原に鍛えられたんだよね。お、早速何かあったか。はい。何度もつっかえながら青木さんに黒峰とのことを説明した。つい先ほどの出来事に加えて、昨日肩を噛まれたことも、一昨日手首をつかまれたことも、それから俺と黒峰が付き合っていることも。さっきから青木さんはずっと黙ったままだ。男同士で付き合っているなんて知って気持ち悪いと思ったんだろうか。別れねえの？え？もともと好きでもなかったんだろ？おまけに何かやばい感じだし、俺なら速攻別れるね。まあそうですけど、そんなにあっさり別れ話ができるなら、そもそも俺は黒峰と付き合うことにはならなかったはずだ。痛い目に遭わされんのが怖いってんなら、もうとっくに痛い目見てんだろ。どうせ痛いならさっさと別れた方がマシじゃね。それは黒峰と別れる、何度も考えて望んできたことだ。黒峰と別れて前のようなただのクラスメートに戻る。そしてもう二度と関わらない。もう二度と。俺が言うのもなんだけどよ、このままあいつと付き合ってくメリットなんざどこにもねえぜ。バカだしアホだし喧嘩っ早いし、おまけに暴力野郎だ。最低の事故物件だろうが。そんなことはないと言おうとして口をつぐむ。そんなことはない？どこがだ。青木さんの言う通りじゃないか。でも黙り込んでしまった俺を見かねたのか、青木さんがため息混じりに声を上げる。ま、ぐだぐだ言っててもしゃあねえわな。とりあえずお前病院行けよ。肩そのままほっとくとまずいだろ。いえ、病院は明日にします。大丈夫なのか？はい、そんなに痛くないし、薬が効いてきたからね。これは本当だ。完全に痛みが収まったわけではないが、痛み止めが効いたのか、さっきまでに比べるとだいぶマシになっている。ならいいけどな。そんじゃさっきの話に戻すけど、あのバカとはさっさと別れろ。ぐっと息が詰まる。そうだ、別れればいい。それでもう関わらない。もう嫌か？いや、別れんの嫌か？いや、嫌なのか俺。黒峰と別れたくない？なんで嫌なんだ？なんで？なんで？なんで？好きだからです。俺は